J リーガー1分紹介。はい、どうもひです。今回紹介するのは J2 得点王で横浜 FC のエースストライカー小川幸喜選手です。小川選手は東高学園出身の選手で1年生の時から全国大会に出場していて3年の時の全国大会では大会ナンバーワンストライカーとして注目選手として挙げられていたんですが2回戦で PK を外してしまいチームは敗退となってしまいました高校卒業後はジュビロ・ヨ田に加入し1年目は出場機会がないまま終わり加入2年目に少しずつ出場機会が増えましたルヴァンカップの FC 東京戦ではハットトリックを決め このハットトリックはルワンカップの最年少記録となっています。順調なシーズンだと思われていたのですが、アンダー20日本代表の試合で、左膝の前中じじ帯断裂半決板の損傷によりシーズンが終了となってしまいました。その翌年329日という長いリハビリを終えて、復帰を果たすも、このシーズンは途中出場が多く、1ゴールのみで終わってしまいました。そして2019年に出場機会を求め、ミトホーリーホックにレンタル移籍。17試合で7ゴールを決め、岩田に復帰します。 2020年には主力としてプレイ、9ゴールを記録するも、翌年には先発出場が1試合のみとなってしまいました。そして今シーズンは横浜 FC に移籍。ストライカーとしての能力が開花し、24ゴールを決めて、得点王に輝きました。そんな小川選手の特徴は、右足、左足、頭。どこからでも点が取れる得点パターンの豊富さと、体格を生かしたポストプレイが得意な選手です。そんな小川晃輝選手の今後の活躍に注目です。以上。